白いテレビ。おはようございます。さあ今週も始まりました、ウイチとヒカルの面白いテレビ。さあ福島までやってまいりました。はい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 、福島県は福島市にございますマルハン福島店さんにお邪魔しての上陸、上陸、初上陸でございますね、この番組。名前を忘れましたよ。名前は覚えてないですね。ワールドパイレーツワールド、はい、パイレーツワールドでございますね。まああれですよね、朝埋まることはないですよね、ワールドパイレーツ、うん、人気ないですからね。正直人気ないですよね。いやいや、そうなんですよ。皆さんが多分ご理解いただけてない部分が多々ある。そう思います、そう思います。あれはあの勝ち負けの台じゃないっていう、うん、ところから入らないとダメですよね、うん、そうです、あれは叩き台なんでね。本当にゲームなんです、うん、あのね、全然関係ないんですけど、はいはい、私ようやっと、足立区で僕が一番この番組で輝いた日だったんですかね、番長を打った回を、はい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 、一昨日ぐらいに、はいはい、見たんですけど、やっぱね、自分が勝ってる時っていうのはものすごく面白い。今日はその面白い方になるといい、なるといいんですよ。本当そうな、やっとなんか初めてかもしんない、俺がこういう普通の話をして真面目に今日返してくれたの。いつもね、いやそんなことないですよ。いや、おはようございます。みんなウルトラマン太郎に行くぞ。おはようございます。こっち行きましょう。このフォーメーション完璧ですね。来た来た、あなたが角、俺が角にっていうのは角にの法則、うん、角にの法則なんで。壊れた壊れた。これね、あの前代未聞のトラブルに見舞われております。1台カメラがぶっ壊れました。で、今日は1台でお送りする。でくしくもまあ隣同士で台が取れましたんで、よくことなく、もう完全に壊れたらしい。完全に壊れた、完全に壊れた。復活した。 ART に入ることを祈るという、それだけでございます。カメラ1台っていうのは本当初めてのことなんで、まあ途中で復活する可能性もありますけど、どうなるか波乱含みでございますよ今回は。どうなるんでしょうね。ウルトラマン太郎に行きたくなったら1時間ぐらい前から調整始めないと、はいはい、それでお互い太郎っていうのも、まあ、なくはない、なくはない。隣同士で太郎が取れることはないと思うんですよ、はいはい、そうですよね、そうですよね。なんか来たぞ、来た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 、今青のカットインなんで、そんな強い役じゃないの。チェリーの時はあの右に白番を狙ってください。上に白バーいるんですけど、リプレイの時はザクチェリーで、白バーが止まって強チェリー、1個落ちてスイカが止まると中チェリーでございます。これ声2言葉入ってんすか、ダブルで。はい、はい、来た。これ、この台のびっくりなところなんですが、ものすごい偉そうでした。これね、結構な確率で何もございません。合格には上がるんでしょうけども、結構な確率で何もございません。そこも踏まえた上で打たないとイラッとします。気をつけてください、うん、ちょっとでもすぐ慣れます。えらくらいっつってっけど、えらいかんね、あれ。聞いたことないの。何回もありますよ。じゃあいかに何もないかぐらいは、3分の1ぐらいで入る。そんな入ります？4分の1ぐらいかもしれない。ここで、もう一発強チェリー、強チェリーもしくはチャンスリプレー、さらには、右下がりにその強スイカ、そのあたりを引かないと安心はできない。だって2000円
プレー。ここまで滑ったら、まあ、中も白バー狙えます。これもあのジャックスイカがチャンス目です。これはチャンス目、チャンスリプレー。もう一個は落ちたら、あの上段でスイカが揃ってジャックスイカ。これはちょっとあると思うんですけどね、朝一だけに。ああ来た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 、最悪だよ。これ確定だよね。だと俺の方が今のところ、ねね、多分そうだよ。ストライクだったら当たり、それぐらいの勢いで。アルバロス様は最強の選手です。これはまだ継続するんだと思います。まだ続く。あ、嘘でしょ。いや、これなんですね、入ってるよね、あのレインボーは入ってるよね。ご覧になったように、中段チェリー何もないこと結構ございます。あー、よかった、チャンスリプレー。あー来た。さあございますよ、これは。ないんだよね。あ、まだある。もう一回赤字。あー、ダメ。まあ、これはダメですね。この後だよ。まあ、コンパスの針も、ああ出てきた。あのこれ海賊柄、柄なんですよ、ドクロ柄っていう。これがね、結構やっぱ当たらない。2回3回出てもらえます。あらー、金金金。こちらもチャンス目の後の金。ああ、もう2回目出た。ああ、もう間違いないね。金枠で当たりなのかもしれない。間違いないです。ああ、それでも一番弱いところになった。ちょっと遅い。ああ、これか、これだ。いや、まだ2パターンだ、あの、合格。
ってあるよね。あのね、クレセント、ここ当たらない。まあ、よかったよかった。さあ、ここからですよ、この台の楽しいところ。まず、スタンバイから始まりますが、ここでちょっと条件が分かんないんだけど、40ゲームと50ゲームぐらいハマると、エクストラゾーン的なすごい上乗せゾーンに入ることもあります。しかないからしょうがないです順番に。おりゃザコは相手にしてないし、いやーもうないよね。まで行けば多少、ああもう、はいはい、もういいっすよ、いいっすよ、いいっすよ。一応まさかね、赤文字、ここにあの神様の女の子出ることある。お茶順番に。さあ始まりました。ここにポイントが3つ出てますね。上からリプレイ、ベル、チャンスリプレイとなっております。で、このゲームで何を引くかによってもらえるポイントがここに累積されていきます。トータルで、1セットの間に1万ポイントを超えると無条件で継続が確定で、1万ポイントを超えない場合もそのたまったポイントに応じて解決するボスの体力が減った状態から始まる。それがまず基本ルールで、このゲームの間にハズレやチェリー、スイカなどを引きますと、ここにですね、倍率が出ます。かけ2、かけ3、かけ5、かけ10、かけ20までありますが、その倍率が引いたポイント、もらえるポイントに加算されてここにたまると。5万ポイント溜まってしまうと、敵の大ボスを無条件で倒したことになって、レジェンドドライブという、まあ、とんでもないところに来ている。まあいろいろあります。楽しい回です。とりあえずまずナビが出て、ベルダン、これベルなんですけど、でベルだとここに30ポイントと書いてあって、こういう感じです。強チャンス目じゃなくて強チェリーですけど、本日初のほら出ない、これはチャンス。これ掛け2のところでまたこれなんですけど、ポイントが大してでかくないのでまた外れ引いてると思います。よっしゃ、あやっぱそうだ。あ来た。これ今のパターンって大抵の場合は掛け2のゲーム数プラスっていうのが出て延長されるだけなんですよ。掛け5になります。でもここ何としても出る。はい、あー自分の人やばい、あダメだ。来た、3500点チャンスあるよ。ここベルですよ、ベル。うまい、気持ちいいです。あんまコイン増えるとか関係ない。ありがとうございます。どうぞ。カイドウも待ってましたけど、コウシロセプレ待ってましたけど、本日初クロスチャンスやチャンス演出でございます。はい、もうこれで確定ですけど、心の中で、はい、戻します。あまだいいですよ、まだ寒い。いや、まだない、まだない。ダブルクロスでも、ああ来た。これは大チャンスです、これは大チャンスです。ちょっとこれから大きい光タイム入らせてもらいますよ。
関係ないです。まだ大丈夫だよね。まだ大丈夫だよね。まだありますよ。そういう慰めいらないんで。あ、じゃあもうないです、ね。さあここでリプレイ行くともうこれだけで万超えるんで、フェーズを確定です。そーっとそーっと、うまい、上手。まあ、ベル以外ベルダメだよ。うわー痛い。30点痛いよね。もう3なんです。ここで、この体力が削れます。まあ、もうほぼ倒したよね。あとはですね、このリプレイの4つ、これがリプレイすると減るわけじゃないんですけど、まあ、敵の攻撃っていうのかな、こっちの持ち体力っていうのかな、これは全部消えるまでに、ベルを引いたり、それを引いたりして体力を減らすという。よし、これこっちの方位です。もう死ぬんじゃない。ほら、これ継続です。で、さっき言ったレジェンドドラントがすごいところに、すごいところに行くと自体をストップすることがあるんで、今のでやられても復活するということがバンバン起こります。でっか
くいきましょう。100倍これでも勝つことありますよ。初めて見た。全員が対応ってだけだ。おお、やっぱりやっぱり強チェリー。あ、ボーナスじゃないかな。これこれある、うん、ある。あ、ハイダブルなら止まりませんよ。あー、そっか、ボーナスだ多分これ。出てきて青から黄色になって、最後レインボーになったら確定かなんかな。番組の途中ですが、ここでお知らせです。お願いします。こんにちは。8月4日パチスロの日キャンペーンガールのパチスロガールでーす。いいよと。ありがとうございます。実はですね、私たち8月4日パチスロの日というのをもっと世間に知っていただきたいという目的で結成された4人組グループなんです。グループの名前は何て言うんですか。今言ったんじゃないですか。グループ、いやいや、パチスロガールです。あ、パチスロとガールで、パチスロガール。はい、非常に分かりやすいネーミングで。あ、なるほどね、そういうことですね。はいはいはい。具体的にどんなことをされるのか、はい、ちょっとインフォメーションお願いしたいと思います。はい、はい、じゃあすいません、告知させていただきます。はい、8月4日パチスロの日に秋葉原 UDX 秋葉スクエアで2012パチスロ元気祭りを開催します。よいしょー、来ましたね、来ました、来ました。こちらですね、内容も盛りだくさんになっておりまして、パチスロファンの方々とこのパチスロの未来について熱く語り合うパネルディスカッションというものをやるんですよね。こちら人気ライターさんをはじめ豪華ゲストを交えた討論会なんですが、ねえウィッチさん、なんですか討論会。そうなんですよ、はい、
噂によると僕も参加させていただくということで、ね、マジっすか、呼ばれました。でこのパネルディスカッションなんですけれども、うん、パチスロファンの200名様の参加を大募集中でございます。はい、この機会にね、ぜひ皆様も一緒にパチスロ業界の未来について考えていきましょう。なるほどね、はい、そしてですね、うん、なんとなんと豪華景品が当たるステージアトラクションも開催してます。ステージアトラクション、はい、こちらにすごい、ジェットコースターとかあんの。続けて大丈夫ですか。大丈夫ですよ、はい、このステージアトラクションにはなんとあのアントニオ猪木さんを迎えて、え、本物、はい、アントキの猪木さんでしょ。いや、アントニオ猪木さん、本物です。本当ですか。はい、スペシャルゲストで来ていただけるんですよ。すごいですね、はい、まずだから貼られるってことでしょ。いやいやいや、わかんないですけど。はい、そしてただいまですね、豪華景品が抽選で当たる8月4日はパチスロの日ドリームキャンペーンを実施中なんです。よいしょーと、はい、なんとですね、こちら特賞はシンガポール3泊5日マリーナベイサンズホテル20組40名様分。嘘、それだけじゃない。そう、ソニータブレット100名様分などなど豪華景品が当たるキャンペーンなんです。タブレットって何？飲むやつ、飲むやつ。それでいいですね。飲むやつ、ね、ソニーの飲むやつ、ね、お飲みになっていただいて、飲みましょうみんなで。そしてさらにさらに、全国のパチスロホールに貼られてるポスターがあるんですけど、はい、こちらのポスターの QR コードを読み取っていただくと、うん、オリジナル待ち受けがみなもらえるんです。何？みな？みな。嘘。無抽選で。うわーすごいね、はい、明治時代の言葉風な方ですね。もらえるということ。8月4日は何の日ですか？パチスロの日。皆様のご応募、ご来場お待ちしてます。コンパクドライブの確認を怠るな。前半戦終了でございますけれどもね、エウレカは全く打ってないですけども、そういう流れでございまして、ほんと冷たいよね。いや、朝はあんなに優しかったのに。そんなことないでしょ。俺の会話に、うん、今日も楽しくなるといいですねみたいな言ってくれたのにさ。あ、そうでしたか。なんかありますかね。ええ、まあそんな感じ。そんな感じなんですよね、今んとこ、ちょっとまだ盛り上がりが足りてないんでね、次週ご期待いただきたいと思います。次週さらにカメラ今レンタルで新しいカメラ1個ね。これビッグニュースですね。ビッグニュースです。豪華タレントたちが多数出演、人気テレビ番組が YouTube で見れる。充実のラインナップで配信。毎週火曜水曜配信、ウイチとヒカルの面白いテレビ。毎週木曜配信、魚拓アルセの土とすっぽんぽん。毎週金曜配信、どうにか貧乏家族。さらに第3第4月曜サイトセブンカップの最新大会を配信。YouTube オリジナル番組未公開シーンも定期で配信予定。メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう。リクエストもどしどしお寄せください。サイトセブン TV。